白禄記念酒造博物館は、兵庫県西宮市にある、日本酒をテーマとする兵庫県の登録博物館。運営は、公益財団法人白禄記念酒造博物館。日本の酒造りの歴史と文化を後世に伝承する、ことを目的として、青酒白禄醸造元の辰馬本家酒造により1982年に、設立された。 開館時は1892年地区の長大な酒蔵を酒蔵館としていたが、1995年の阪神・淡路大震災で全開。その後地に同規模の記念館が建設された。現在の酒蔵館はその北西にある明治2年地区の酒蔵を使用したものである。記念館では日本酒に関連する美術品や文献資料を常設展示しており、 春と秋には企画展を開催する。付設されている笹部桜資料室では桜の研究、保護、育成に人生の大半を費やした笹部慎太郎が収集した桜に関する資料を展示している。酒蔵館では酒造りの道具、資料を展示するとともに釜場、創場後の遺構を公開し、酒造りの歴史と技術を紹介する。解説時に 辰馬本家当主だった辰馬昭夫は吉田58芸術振興財団により特別賞を受賞し、また博物館は静止と地域文化と観光を結びつけ文化産業として活性化を図ったとして兵庫県第1回緑の建築賞など4賞を受賞した。ありがとうございます。